まずはこちら赤い衣装が2016年おととし。ちっちゃい。ちっちゃいですか、この時初めての舞台でしたがどうでしたか。いやもうとにかく緊張してました、これ振り付けはどうされてるんですか。振り付けは毎年自分で考えています。じゃあ衣装もそれから振り付けもほぼご自身で。そうですね、はい、考えられていると、はい、今年の衣装ってもう決まってるんですか。今絶賛の考え中で、音楽はもう決まっているので、はい、それに合わせて今衣装を考えているんですけれども、今年はまあブルー系の衣装で考えています。私もクリスマスの世界に入ったというか、ええ、そんな気がしましたし、今年から子役の皆さん の踊りもあるということなのでとても楽しみですけど、本当に素敵でもう本当にすごかったです。一方でナタリさん、今年9月には大阪万博誘致スペシャルサポーターに就任されて、今どんなお気持ちでいらっしゃいますか。そうですね、もうもちろん盛り上がりましたよ。なんか1週間前になんか万博のイベントでいろんな曲歌ってて、やっぱり大阪の人と一緒に参加できてすごく光栄でした。私は、まあ、日本人じゃないけど大阪すごい大好き、3年間に住んでたから、やっぱりなんかちょっと地元にかなんか他の地元になった気分がするから、そう一緒に参加できて本当に光栄です、はい、本田さんも関西出身ということで、まだ2025年ちょっとイメージ湧かないかもしれませんが、大阪万博と聞いてどんなお気持ちですか。いやすごい嬉しかったです。妹と一緒にずっと話してました。トリプルが入れるんでしょうかね。本当の氷じゃなくてプラスチックみたいな樹脂の氷なので、そうなんですよ。でもやってみます。サンタクロースはいつまで来てる。いつまで来てたんですか。過去形ですか。あ、まだサンタクロースが今落ちてくれます。過去形じゃないですね、はい、失礼します。ナタリさんはプレゼントはプロとして何が欲しいですか。そうなんですね、オフホワイトの靴が欲しい。まあちょっと贅沢ですけど欲しいですね。ちなみに去年はサンタクロース来ました。来ました。でもなんか飛行機のチケット来ました。